こんにちは、ネモです。パワープルアプリすでにやっています。今回も天才学生が焦点できましたと。なのでここからやっていきたいと思います。お願い、ついてついて、センスついて来い。だいー、オッケーいいよ、いきなりナイススタートだね。これはちょっとガチロ。お、しかも割といい、割と強い34とかが始まってんの。素晴らしいですね。ルシファー、角田、神楽、ナルミ、西谷、立川。よしよし、最後の一枚についた。やっぱりこの名前だ。さ、行きましょう。最高。これで伸びとかくれたらマジで発狂する。発狂したい。なにー、まあ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 。立川はほんとコツくれって感じですね。通常版はとにかくコツくれてたイメージありますけど、さすがにまあ。いやー頼む、これ、形にさせてくれ。マジで頼む。お願いします。二次ターン。ポンコツくれ。いやーまあまあまあ、綺麗。キレは正直直取りでもいいですからね。敏捷さえなんとかなってるんだな。いやーこれなんとかして、なんとかして、なんとかして、本当になんとかしたい。二次ターン。キレ以外で。おー、まあまあ、キレ以外だね。まあ、筋力は割と嬉しいですね、普通に。むしろ、技術と精神は、がっつり余る時あるんで、まあ、いいんじゃないかなと思います。キレが被るとちょっとダメだよ、さすがに。おー、いないぞ。ちょっと角田さんいないっすね。光ったでしょ。角田いねえな。ちょっと一回休みですね、これ。いやー、マジで。これはひどいな、だいぶ。まだ一回も踏めてないと思います。おーい。結構他のメンバーの評価を犠牲にして踏んでいってるんですけど、なかなか出れないっすね。お、いいね。これは下行きます。うわー、きついね。これ、ルシファー行った方がいいかな。いや、本当に心の底からちょっとわかんねえわ。評価上げていかないと、正直。いくら大事とはいえ。ここばっかりにかかりっきりに待ってられんぞ。うん、しかも伸び欲しいですからね、ルシファーから。あ、これはありがたい。ありがたいけど、リアがやばい。これすげえな。わあ、土着そうめえな。リアスルーしていく。燃えるけどね、これ行ったら。行ったらファイヤーするけどね、完全に。ちょっと難しいっすね。どうしよう。マジで追っかけてる余裕ないな。いやーでもこれ、んにゃー、まあいいや、仕方ない。ちょっとまだ早い。おーい。これはしょうがない。肘爆弾にまでなったわ。下手したらほんと60ぐらい入ったな、これ。これもちょっと間に合わないかな。間に合わない手かな。おう、監督一応いますね。踏んでいきましょう。静止なし。よしよし、いいね。
まあなんかよくはないんだけど、ちょっと西谷が早めに、おお素晴らしいよ、これは踏ましてくれ、西谷が早めに本当にモテモテくれればチャンスある。でもこれ帰ったら行くんじゃない、一回踏んだよね、よし行ったんじゃない、おーい、これ結構使わされた。まあまあいいんじゃないですか、まあ悪くはないんじゃないですか、ここからのタック次第ですね。ちょっと監督がまだ全く踏めてないので言霊をもらっていきたいですね、早めに。うん、守備だな、言霊なさすぎ問題、マジで厳しいな、なかなかに。結構評価は進んでいるよね、バリア行ってねえのか、道理で。うん、これで間違いなくいったでしょう。くれ忍者卓一使いたい、よし、うわーこっちじゃないけどな、あるかないあるかない、監督はなんかずっと守備してるな、おし男からのからの、いやまあまあまあ、でもこれチームメイト評価来るな、こい、はい、オッケー、あ、二次谷どうしよっかな、もう行こうかな、奪三振ね、行ってもいいやつだからね、これ行こう、奪三振行きます、直取りで、いつでも燃やせますね、変化に固まってたらどかんだよ、おーい、ここは体力回復で、虹谷マジ来ねえな、監督なんかやたら守備好きですね、まあ嬉しいんだけどちょっとポイントが跳ねない、ちょっとどんだけやねん、本当にどんだけ守備にいるねん、ちょっと待って、リア間に合ってないよ、こんなに頑張ったのに、これはマジで間に合って相当頑張ったよ、はい、いやー、リアー、これは許されんよ、リアさん、大丈夫、まだ大丈夫、要するにタックですからね、早く早くこのセクションで早く1個くれ、102にしちゃえばいい、そういうことなんです。でこれ絶対燃やすんだけど、何で燃やそうかな、パルスで燃やせるな、ラッキー、ちょうど肘の爆弾も取れました、ね、でさすがにカンストしてるでしょ、変化はしてないね、730800ちょいだね、まあでも振っていきましょうか、スライダーか、あー取れるやつあるかな、低めとか取るか、あ重い球、はい、強打者行く？ほんと死ぬほど伸び欲しいから。あー。
出たよ、怪我しにくさ。とりあえず1回は今入りましたね、少なくとも3択が。でここは体力にします。よしよし、オッケーオッケー、いいよ。ああしかも割と強いですね。どうしようかな、まあ、ルシファーでもいいけどね。このダブルタックか、精神がな。ポイント段違いですけどね。ただ筋力は欲しいんだよな。ポイント段違いだな。いやさすがに持っていくか。4球種いけるかな、わかんねえな今んとこ。いやもう行こう、これは行こう。絶対に行かなきゃ強い選手は見えない。伸びも取れるという精神でいきます。おいマジか、これはでかいよ。お、しかし、ちょ、やめて。そういうドキドキするのいらないから、マジで。お、いいね。監督強化は順調ですね。守備練めっちゃしたのね、監督と。あぶねえ、怖。お、いいね。仕方ない、まだ男はダブルじゃ使えない。よーし、ナイス、あと1回。あ、それつらい。あ、生きてえなー。あ、いけるんじゃない、背に腹で一応。まあ、どうせもう全力じゃねえし。危ない危ない。安全圏と黒ファイ行く？で、ポカフェス取ったんですね。頼む！できる、でしょ、お前なら。はい、オッケー。ええよ。ああ、いいですね。悪くない、悪くない。クリボッチとは思えん。でも、ここからマジでハマんないとやばいぞ。あ、それは辛い。うわ、これ通してえな。通せないかな。さすがに。これは通したいですね、さすがに。ほい、ケイ。しかも4だった。ちょっとリアの評価怪しいですね。わかんないな。うわぁ。マジ。なんも、1ミリもはまんねえんだか。マジでとんでもないほど好きですね。守備連の鬼になってるんだけど。もう40ばっかりくれる。白衣って使えるかな、ちょっとわかんねえ評価が。また守備にいるんだが、マジでどんだけ好きなんでしょう。この人守備しかしないんだけど、マジで。
二者択一使えそうですね。うん、デートを仕掛けていきましょう。で、どこかの途中で燃やしていいタイミング来ると思うんで、そこで40使います。どか、にゃー。まあまあまあ。15入れると30でいいのかな ?15 入れちゃうか。これもう踏んでいいでしょ、さすがに。監督がいないんだよね。おーい。ちょ、タックハマってなさすぎる、やばい。お、いいよ。うん、ここはもう燃やすしかないですね、正直。仕方ない。4回目とで割とまあまとまってはきてるような、きてないような。4、うわー、ちょっと変化はまってないぞ。おお、いいね。これは悪くない。むしろ男行く？あ、さすがに。さすがに行かなくていいか。ちょっと変化足りてなさすぎるもんね。背に腹する？ 2% だけど。体力回復しにくいもんね、次。背に腹します。うん、この筋力大きいですね。これで、よーし。ちょっとマジでタックどうなってんの。ここで150はまあまあなんだけど、変化の方が足りてませんよ、まったく。8浮か。取っていますね。それかもうタイミング選ぼうかな。もう好きにやれるしね。これでいっか。まあ、ラブパワーが切れたら、もういっちゃいますけど。タッチ、いやー、どうしよっかな。タッチカーでもいいけどね。タッチカーでもいいけどね。結構順調だしね。まあいいや。本当にしよう。おお、とこ行っといてよかった。これさすがに自体の方がいいですよね、多分。臨床も入れられるし、ね、一応コンコツ終わりましたね。守備ばっか。クソ味噌きついね。なかなか厳しい戦いになっているようです。ちょっとタックが絡んでないですね。6300しか出ないや。
ゲージ貯めていきますか。相当余裕はあると思います。監督もそんなに無理して踏む必要ないと思います。おお、素晴らしいね。これは一発男決めましょう。でルシファーかな、いいんだね。で200乗って伸び終わりましたね。これです。おっと、変化が来ないな。神楽坂いきますか。これいい感じだな、マジでいい感じなんだけど、本当は変化だけついてきてない。誰取っちゃいます。玉持ちとか欲しいか。これ踏んでいいんだよね。勝利の星いっとく。とりあえず踏もうか。よし、玉持ち、玉元。さすがに食べとくか。燃やしたいっすね。燃やしてくか。変化全く足んねえもんね。これが5回目、6回目？結構もう燃えてるよね。6回目です。リア多分2回しか行ってないんだよな。ああ、オッケーオッケーオッケー、悪くない。そういうの待ってました。まあいいよ。いい感じで。あ、玉持ち置いといてもいいな。ダメ元使いますか、体力的に。あ、使わなくてよかったな。リアのデートどうせするし。核にもなんか足りてねえな。40入れましょう。いらない。ダブルタックにしたい。結構精神入ってますね。変化足んねえ。なんとかラブパワーとダブルタックで押してはいるんですけど、全然足んねえな。ああ、いいね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 。いいんだけど、ダブルか。靴入れましょうか。よくこんなに伸ばしてるね。すごいわ。ちょっとびっくりする。びっくりする。ほんとよくこんなんで伸ばせるの。
ダブルタックしか踏んでないですけど。まあ、神楽1個に行くぐらいだったら、あと6ターンって感じだね。うん、これはアリアにしましょう。いや、これはすごい役に。ただもうちょっと伸ばしたいですね。変化7774ぐらいにはしたいんだけど、ちょっと厳しいかな。筋力はマジで過去類を例を見ないほど伸びてる。いやー、切ないほど技術ない。技術こんな足んねえの、ほんと久しぶりだ。まあ、結局筋力順調で変化順調じゃないとこうなるんですよね。まだちょっと、いやー、ミスゼロとかもね、かなりで来なかったんで、それも痛いです。シングルだもんな、これ。うん。これ無理してあと2回燃やすとかじゃなくて、やっぱりゆっくり吟味した方がいいかなって思うと、まあ西谷のところを2段燃やせたら燃やしたいっていう感じですけど、燃やせません。どうしようか。筋力くれるからな、確定で。しかもかなりの勝利の星使う。もう使っていかないとダメでしょ。いやー厳しいね。まあこれは拾った方がいいですね。普通に春かな。やっぱ春かな。日の出はピンちゃんにしましょうか。さすがに技術ねえなー。技術きついな。ちょっと全体的に辛いです。全体的に辛い。全力学園先制のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で新屋敷、ネクストバッターサークルには亀谷、2球目ストライク。第3球を投げた、打ちました、ファールボール。投球これから4球目、ボール、カウント1ボール2ストライク。次は5球目、投げた、ファールで逃げた。第6球を粘りがちや。打った、強い当たり、入れません。センター、追加点のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー二塁という場面で山根、初球から打ってった、ヒット、ライトバックホーム、山根ヒットを放ちました。全力学園なおもチャンスが続いている。ここでまだ101いってないっていうのはかなり微妙な感じだと思います。ただ天才センバルで計測も伸ばせてはいるので、その辺で帳尻合うといいですね。打ちました、ファール。第2球投げました、打った、これは強烈、いった、日の出商業大展開で迎える6回です。ワンアウトランナー、スイングあと1回2回3タック4タック5タック入って、直球ストライク、インドへ、一撃でもう取り返せるっちゃ取り返せますね。第3球はアウトロー、空振り三振、相馬全くタイミングが合いません。第1球
ストライク、膝元厳しいところ、まずは入れてきました。第2球打ちました、ファールボール。徳野軍もかなり揃ってはきてるように見えるので、まあ、本当にあとは変化バシッとしてくれでさえすれば。もう追い込んでいます。第3球を変化球、空振り三振、見事なピッチングです。男は使えないだろうな。先頭バッターピッチャー高田、第9投げます。結構使用条件がやっぱ厳しいんですよね。第2球、今回ルシファーの方を調子安定、調子極端を選んだのもあるし、なかなかこう多分怪我率がマックス体力で使っても10から25ぐらいは入る感じなので。まあでも更新もできるな。中継ぎは絶対入れますね。ただ先発エースを更新できるかなんとも微妙な状況ですね。これが4度目のバッターボックス。第9、1球目ストレート空振り、いきなり150キロ投げた、打った、セカンドの右、一塁へ送る、アウト、ゲームセット。全力そ、ここで男使えないと結構きつい。やめてよ、男っていうかさ、うわ、危ねえ、終わってない。危ねえ、終わってねえ、終わってない感じしたんですよ、なんか。よし、で、今回は、さすがに尻上がりですね。これだろうな。技術さえあればな、伸ばせるんだけど。うん、間違った。これは行きましょう。これは勝負しましょう。技術さえあれば相当伸ばせるな。お待たせ。全力学園先制のピンチを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で小野が怖いバッターが続きます。さあ次の投球、第3球を内角低め、空振り三振、最後は直球、力でねじ伏せました。第1球、カーブ見送ってストライク、投げた、決まった、ストライク。まずは簡単に追い込んでいます。投球はこれから3球、膝元、空振り三振、ワンアウト。全力学園同点のピンチです。ワンアウトランナー二塁という場面で、やっぱ全員絶好調なんで割と試合は勝ってくれます。内に切れ込むスライダー、空振り三振、峠、全くタイミングが合いません。第1球、ストレート見送ってストライク、いきなり151キロ。第2球、インコース低め、ストライク。第3球、152キロ直球、空振り三振、笠原。ほほい、そういうやべえやつじゃねえか、これ。ノーアウトランナー三塁という場面で、峠、全力学園、ここは外野フライも避けたい場面です。投げました、決まってストライク。第3球はインコース低め、見逃し三振、見事なピッチングです。第1球、初球はストライク、いきなり150キロ。第2球、2球目ストライク、変化球に切れがあります。第3球、空振り三振、3球で仕留めてみせました。ランナー1人を置いて迎えるバッターは八木沼、投げました、見送ってストライク。第2球、打った、うわ抜けた、やばい。
ついに同点に追いついた。2アウトランナー1塁3塁という場面で絶賛。今日はここまで3打数ノーヒット。投げました。アウトコース低めいっぱいストライク。簡単に2ストライクと追い込んだ。自動してんのね、マジで。見逃し三振。はぶねお亡くなりになる瞬間だった本当に。頼む、ここは変化来い来い。いやー、立川一下手しい、こっちの方がいいんじゃねえかっていう。どうしましょうかね。ちょっと怪我率高まるんですよね。いくと。でも、この 60% アップうまく使わないと正直話なんだよね。先生取っちゃうか。ああ、まあ、うん。まあ。ちょっと怪我率あるよね。まあ、うん、まあ、いくか。これはいくか。ちょっと打ち込まれそうだな。バランス悪くないんですけどね、ちょっといかんせん、本当に技術と。ちょっとあげる。全力がけ、ここはなんとかしのぎたい。ツーアウトランナー、二塁という場面。シャーナさん。アウト、スリーアウトチェンジ。二塁だ。うん、あさり勝てましたね。問題は次です。いやー、来ない。いや、厳しかったっすね。今回はサクセスが、サクセスが本当に厳しかった。これだもんな。これはさすがに無理だな。60乗っけられるけどね。まあいっか、乗っけるか、せっかくだし。101大丈夫？101大丈夫？全力学園、ここはなんとかしのぎたい。ツーアウトランナー二塁という場面で内山。今日はショートライナーとライトフライ。2球目ストライク、これで追い込みました。第3球をストライク、空振り三振。最後は渾身のストレート。全力学園、ここはなんとかしのぎたい。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で無敵。さあ次の投球、同期は3球目三振。無敵、全くタイミングが合いません。バッターは6番沼田、これが3度目のバッターボックス。いや、もうセクサンで全て決まってましたね。第3球を内角低めいっぱい、見逃し三振。ナイス。全力学園、ここはなんとかしのぎたい。ワンアウトランナー、まあ先発2番手くらいには入れると思いますけど、3番手ぐらいか。第2球、ちょっとでも厳しいな。第3球をアウトコース低めいっぱい、見逃し三振。第1球ストライク、いきなり。うわ、めっちゃ悔しいな。第2球カーブ見送ってストライク。第3球を見逃し三振、ズバッと決まって3球三振。筋力もバシバシ入れられてたので、こいつは本当変化さえ入ってればバゲてましたね。一応先発にしとくか。2くらいかな。3は乗ってないような気もするけど。
第二球種とかも多分一切取れないでしょうしね。うん、1万3000点だわ。まあそうですね、終わりですもんね。どうすんだこれみたいな感じですね。いや、250余りもんね。いっかこれで。いやー、これは多分微妙だな。うん、まあこんなもんですね。これは本当にあと変化ドカーンが来ていれば全然可能性が凄まじくあったピッチャーでしたが、残念ながらダメでした。残念ながらダメでした。そうですね、まあ2番手ぐらいには入りましたけど、ちょっとまあ残念な結果になってしまいましたね。ほんとこういう時にチャンスがあった時になんとか行きたいんですけど、まあこればっかりは結構運に左右されるものがあるので、まあ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 、また機会があった時に頑張っていけばいいかなと思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録高評価お待ちしております。またツイッターのアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。